バーゼルバディッシャー駅、バーゼルバディッシャー駅は、スイス、バーゼルに5つある、鉄道駅のうちの一つである。バーディシェン駅、バーディシェー駅などと呼ばれることもあるが、ドイツ語の語尾変化によるもので、ドイツ南西部の地名バーデンのことを指している。ドイツからスイスへ向かう、長距離列車は、バーゼル SBB 駅に到着する前にこの駅を、経由する。この駅で、バルトシット、人間方面へ、 ホッホライン鉄道、ビーゼンタル鉄道で接続している。1935年から1948年までは、この駅は、バーゼルドイツ国有鉄道という名前であった。バーゼルバディッシャー駅1838年3月、バーデン大抗国鉄道は、マンハイムからハイデルベルク、カールスルーへ、フライブルクを経由して、南方のスイス国境の方へ向けて、鉄道の建設を開始した。 この路線はバディッシェ本線またはライン川鉄道と呼ばれた。スイスやバーゼルの衆議会の鉄道委員会はこの鉄道路線をバーゼルの街まで接続するように望み1842年にバーデン大公国と協議を行った。1851年1月、ラインタル鉄道はスイス国境に近いハルティンゲンに到達したが両国政府の間で バーゼルの駅の位置について合意が得られていなかったため、旅行者はそこから馬車でバーゼルに向かっていた。最終的に1852年7月27日、バーデン大公国とスイス連邦はスイス領内へのバーデン大公国鉄道の接続に関する合意に達した。この合意は今日でも有効なものである。しかしながら、バーゼル州政府が東丹駅とすることを主張したのに対して、 バーデン大公国はその後のバルトシュット方面への鉄道の延長予定の障害にならないように通過式配線の駅にすることに関わり駅の建設の着工は遅れることになった。1854年バーゼル州政府に異なる設計プランが提出されたがなおプロジェクトの合意は得られずに建設工事はさらに遅延した。1855年2月19日 ハルティンゲンからバーゼルまでの鉄道営業が開始され、予定されていた駅の位置が開催される場所にあたるに、木造の仮駅舎を作って営業することになった。バーデン大公国鉄道は、直ちに人間方面へ向けて延長工事に着手し、1856年2月2日、絶近ゲンまでの営業にこぎつけた。1859年4月10日、バーゼル当局と、 鉄道当局はついに最終的な駅舎の建築について合意に達し、同年5月建設工事が開始された。ジェーベルク・ミュラーが設計した駅舎は車寄せを備えて多くの旅客の出入りに耐えうるようになっており、さらに右側には中規模の建物やウィングがつながっていた。表の通り側には長い車寄せが続いている。1863年にコンスタンツまでの路線が開通すると、 待合室や休憩所は早くも増設する必要に迫られ、1873年にバーゼル SBB 駅へつながる連絡線が開通、都市付きが過ぎるにつれて、バーデン鉄道の線路は町の発展の障害になりつつあり、解決策が模索されていた。バーデン鉄道は1892年に駅の拡張を計画し、通過式配線の駅を東端式に改築することも、 提案された。バーゼル当局は発展しつつある街を分断する線路を追い出したいと考えていた。1899年からバーデン大公国との間で鉄道施設の移転に関する交渉が始まり、1900年3月旅客駅をシュバルツバルト通りに移転した上で関連する鉄道施設を再編することで合意に達した。それから間もなく新鮮の建設工事が始まった。 まず、ローカル貨物の扱い施設が元の場所のそばに建設され、1905年に鉄道施設の再編工事の第一段階が供用を開始した。1913年から鉄道施設は新しい場所に移転し、元の駅の位置では秋の市が開催され、第一次世界大戦後は毎年の定期手が開かれるようになった。 旧駅舎は、しばらくの間工場と機関庫として用いられ、1923年に解体された。1906年、町の端に転して高架化された新しい駅の建設工事が始まった。これにより、クラインバーゼル地区から全ての踏切が除却され、線路を横断するトンネルや通り道が地平で建設できるようになった。しかしながら、 新しい駅のファサードの設計をめぐって意見が分かれ、様々な議論のために駅舎の建設が遅延した。最終的にパウルス協会やアントニウス協会も設計したバーゼルのカール・モーゼルが駅舎の建築を設計し、1908年にバーデン鉄道が提案した計画が連邦政府の鉄道部門に承認された。1910年春、駅舎の建設工事が始まり、 1911年、黄色い砂岩で建設されたファサードが姿を現した。さらにとうとう、鉄筋コンクリート製の丸天井を備えたメインホールが続けて建設された。1911年夏、新しいバディッシャー駅の骨格がシュバルツバルト通りに出来上がり、中央の建物の印象的なドームホールも木材で打ち張りされるところまで出来上がっていた。しかしながら、 8月12日夜、工事用の足場から原因不明の火災が発生し、この輝かしい建物は消失してしまった。この火災が原因で、新しい駅の営業開始は数ヶ月遅延することになった。満車の提供で、1912年に20メートルから24メートルの幅の屋根を備えたホールが建設され、プラットホーム上には国境を通過する列車のための、 税関や出入国管理の施設が設けられた。1913年9月11日バディッシャー駅の建物が完成し、9月13日に営業を開始した。すべての建設費用は当時の価格で6500万スイスフランに上り、バーデン鉄道の中で最も高価な駅となった。駅は今日まで建設当時の様子をおおむね止めている。ただし、印象的だった。 プラットフォームホールは1981年から1982年にかけて予定されていたリニューアル工事のために取り壊されプラットフォームの屋根に置き換えられているバディッシャー駅はスイスの領内にあるがバーデン大公国とスイスが締結した協定により駅構内はドイツの関税領域に含まれるドイツ国内を移動している旅行者がバディッシャー駅を 乗り換え駅として利用する場合は、ドイツの関税領域を離れずに住む。地方の管轄県やドイツの軍人が個人的に旅行していてこの駅を利用する場合など、様々な点に関して、スイスとドイツの当局が駅構内と走行中の列車に対して、どのような権限を持っているかが協定で定められている。旅客輸送の面では、ドイツ国内の駅との間の移動は、 ドイツ鉄道の駅同士の移動と同じように扱われる。一方で、スイス国内の駅との間の移動では、スイスの陳律が適用される。バディッシャー駅は、北西スイス乗車券連合の運賃ゾーン10に属しており、また、レーラフ8域交通連合の運賃ゾーン8に属している。2008年12月12日に、スイスが、 シェンゲン協定に加盟するまで、駅に出入りする旅行者の出入国管理と税関検査は、ホールと番線の間で行われていた。国際列車では、列車内で行われていた。このため、バーゼル SBB 駅からビーゼンタル鉄道のリーヘン駅へ向かう旅行者は、スイス国内の移動にもかかわらず、パスポートの提示を求められていた。スイスのシェンゲン協定加盟に伴い、 パスポートの常時の検査は廃止され、関税徴収のために検査することがあるだけである。駅はスイス国内に位置しているが、ドイツ鉄道によって営業されている。旅行代理店や窓口では、ユーロ建てで値段が計算されているが、スイスプランでも支払いは可能である。自動券売機でドイツのクレジットカードを利用すると、海外加算金が発生することがある。ドイツ鉄道によって、 スイス国内で運営されている駅はこの他に、隣接するリーヘン駅とシャフハウゼン州にあるホフホライン線の区間がある。駅構内の様々な売店では、商品をユーロでも、スイスプランでも購入することができるが、書店ではたとえドイツの新聞や雑誌、本を買う時であっても、より高いスイスの値段に換算して払わなければならない。非常に長いプラットフォーム1と2は、かつては、 南側のスイス側と北側のドイツ側に分割されていた。到着列車は一旦これから出国する側の国のプラットフォームに停車して税関の検査を受けた後に入国する側の国のプラットフォームに移動して機関車交換をしていた。現在でもかつてスイス国内を移動する旅行者が駅のスイス側の地域に出入りするのに使っていたバーゼルの街と駅前広場に通じる 出口のある地下道が駅の南側に存在している。この地下通路は現在はプラットホーム間の乗り換え通路としてのみ利用されているがバーゼルムスターメス製へ向かう客を乗せたスイスの臨時列車が到着した際には街への出口が解放される。駅の北側にはかつてのドイツ連邦鉄道、現在のドイツ鉄道の操車場設備があるが南側はすでに バーデン貨物駅と同様に撤去されている。残っている部分は港に接続しているクラインヒューニンゲンハーフェン。駅までの短い猛町線とともに、スイス国内のローカル貨物輸送とコンテナターミナルとして利用されている。スイスとドイツの国境線はこの駅の中を通っている。バディッシャー駅構内には、スイスの警察署がある。逮捕された犯罪者はパトカーで、 正面玄関まで連れてこられて、メインホールを通ってこの警察署に連行される。これに加えて、バディッシャー駅は、ドイツ鉄道のスイス領内の鉄道路線に対する、代表及び、ドイツ連邦共和国の領事部が置かれている。また、スイスの郵便局も置かれている。ありがとうございます。